おはようございます。任天堂の岩田です。私は2年前にもこの基調講演でお話しさせていただく機会がありました。その時のテーマはファミコンから20年、ゲーム業界の今とこれからというものでした。その時に私がお話しさせていただいたのはゲーム産業の歩み、特に技術の発展を背景にゲームが高度で豪華な娯楽に成長してきたこと、その一方で市場の現在に目を向けると特に国内市場の縮小がはっきりと目に見える形で現れてきたということ、そしてこの先にあるトレンドは何なのかということやゲームビジネスのこれからについてでした。2年前の講演の最後に私はこんなことをお話ししました。ゲームビジネスはこれまで20年間非常に順調に成長発展してきました。これまで不況の影響を深刻に受けることもありませんでしたし、さまざまな技術革新や新しいハードウェアの発売でユーザーに飽きられることなく新しく魅力的な驚きを与え続けてくることができました。このこともあり業界の中には今までと同じことを続けていけばすなわちゲームをより豪華にそして複雑によりリアルにする競争を勝ち抜いていけばこれからも発展できるんだという考えが根っこに流れているように感じてなりません。しかし過去あらゆる産業で30年以上同じ構造でビジネスが発展し続けた例はほとんどありません。誰かが新しい構造を発明してゲームビジネスがさらに発展するのか、それともそれができずにビデオゲームが飽きられてゲームビジネスが衰退していくのか、我々は今その岐路に立っていると思います。こんなことをお話ししました。ビデオゲームビジネスの未来のために我々は市場を拡大しなければなりません。そのために過去の成功体験をして原点に立ち返って誰にでも前提知識なく楽しめる間口が広くて奥が深い、そういう商品を展開していくことに業界全体が一丸となって努力していく必要がある、そういうふうに私は考えます。これは言い換えればゲーム人口の拡大を目指すということです。そもそもゲームを楽しんでくださる人の数が増えていかない限り最終的に市場の拡大はありえません。市場が拡大できなければ我々は業界全体がゆっくり死んでいくのをただ待つだけになってしまいます。だからこそこの問題を指摘した我々任天堂は当事者としてゲーム人口の拡大に向けていち早く行動してきました。それではまず過去2年間に任天堂が取り組んできたゲーム人口拡大への取り組みについてお話ししたいと思います。ゲーム人口拡大への取り組みは大きく3つの柱により構成されています。まずゲームから離れてしまった人たちを呼び戻すこと、次に今までゲームをしていなかった人を呼び込むこと、そしてここが大変重要なことだと考えているのですが、ゲーム熟練者もゲーム初心者も楽しめる新しい商品を提案することです。ゲームをしていなかった人、ゲームから離れてしまった人が今のゲームが難しいと感じるからといって単純に初心者向けのシンプルな商品を提案するだけではゲーム熟練者の皆さんに満足していただくことはできません。これを両立させることを重要なテーマとして取り組んできました。最初にご紹介するのはファミコンミニです。
ファミコンミニはファミコン生誕20周年を記念して当時のパッケージを再現し、当時のソフトをそのままゲームボーイアドバンス上に再現することで、ゲームから離れてしまった人に再びゲームに触れていただくきっかけを作る目的で展開しました。ファミコンミニは昨年の2月から8月にかけて3つのシリーズ、合計30タイトルで展開し、おかげさまで大変な支持をいただくことができました。日本市場で400万本を超える販売を達成しております。この商品の発売時には小売店さんの店頭に年齢性別を問わず幅広いお客様が来店され、ゲーム休眠層が再び活性化したのではないかという話題にもなりまして、ゲーム人口の拡大を多少なりとも実現できたとの手応えがありました。実はテレビ広告などで皆さんご存知なのではないかと思いますが、今週9月13日にスーパーマリオ20周年の誕生日を迎えました。これを記念して昨年約60万個を出荷しながら店頭で品切れとなっていたファミコンミニのスーパーマリオ、これを3日前の火曜日に再発売いたしました。今でも音楽や効果音を聞くだけでゲームを楽しんだ幸せな記憶を思い出していただけると、いろいろな方にお聞きするのですが、本当にありがたいことだと思っています。今日マリオの作者の宮本が客席にいるはずなんですが、宮本さんちょっと立ってくれませんか。ここで宮本と一緒にマリオを楽しんでくださっている世界中の皆様に改めてお礼を申し上げておきたいと思います。本当にありがとうございます。スーパーマリオの誕生日には当社の歴史上最も小さいゲーム機、ゲームボーイミクロも発売しました。ファミコンのコントローラーを模したファミコンバージョンが特に人気があるようです。すでに品切れが起こっている店舗もあるようでご迷惑をおかけしていますが、来週には再出荷ができると思います。このゲームボーイミクロも当社にとってはゲーム人口拡大への取り組みの一つです。今や日常生活でゲームから離れてしまっている、そしてゆっくりと時間やエネルギーをゲームに使うことはできない、そういう人こそがこの商品のターゲットです。電車の中で携帯電話を触るようにこの商品を楽しんでいただくということを期待しています。第2の取り組みは、今までゲームをしていなかった人たちをいかにゲームの世界に呼び込むのかということです。過去20年以上のゲームの進化の中で、ゲームは高度で洗練された歯ごたえのあるものに進化しましたが、その一方で初めて遊ぶ人への敷居が高くなっていることは否定できません。しかし市場にはすでに高度に進化したゲームがあふれています。単にシンプルで分かりやすいゲームを提供するだけでは、ゲームの熟練者の方にとってはただの価値のない遊びになってしまいます。このためにはゲーム熟練者の人たちにも、そして今までゲームに触れてこられなかった人たちにも、誰もが同じスタートラインから楽しめるような全く新しい提案が必要でした。その実現のためには全く新しい構造のハードウェアが必要だったのです。皆さんご存知の通り、任天堂にとってその答えが任天堂 DS でした。ゲームといえば両手を使い左右の手でボタン操作をするものと決まっていたインターフェースを全面的に考え直すところからこのチャレンジは始まりました。2画面、タッチスクリーン、マイク入力、ワイヤレス機能など、人とゲームの関係を再び同じスタートラインにするための仕掛けを満載しました。
しかし、ハードを作っただけでは課題は解決しません。問題は、どんなソフトで提案をするかです。我々はゲーム人口の拡大を目指しているのですから、初心者でも熟練者でも、誰もが同じスタートラインに立って前提知識がなくても楽しめるようにすること。これを目指しているわけです。そのために何が必要になるでしょうか。もちろん、今のビデオゲームを楽しんでいただいている世界中の人たちのために、既存ジャンルのゲームの充実は重要です。我々も積極的に力を入れてきましたし、これからもさらなる努力が必要だと思っています。一方で、既存ジャンルにおける商品の魅力向上は、より豪華にすることだけになりがちで、前提知識が必要になったり、遊びに長い時間とエネルギーを必要とする構造になりがちで、初めての人には敷居が高くなります。そして逆に、熟練者の人たちには、すでにどこかで遊んだことのあるゲームに見えてしまうので、新鮮さを感じてもらうことは容易ではありません。このような商品にも常に新しいイノベーションを加え、新しいインターフェースを活かして、人とビデオゲームの関係をより近いものにしていく必要があります。そして同時に私たちが目指すべきは、ゲームの枠組みを広げて、ビデオゲームの定義そのものを拡張し、新しい仕組みだからこそ可能になった全く新しいジャンルの商品、そういう商品を生み出すことです。このイノベーションこそが、新たなお客さんを獲得する最も有効な取り組みになると私は確信し、この春全く前例のないような商品群を集中的に投入しました。それがタッチジェネレーションズと呼んだソフト群です。それぞれ従来のゲームの構造にはない新しい遊び、そして世代や性別を超えて誰にでも楽しんでいただけるゲーム人口拡大を狙った商品でした。具体的には、任天堂X は DS の発表の時からご紹介していましたので、ご存知の方も多いと思います。タッチペンで犬を撫でる。自分の声で犬を押し付ける。そして、すれ違い通信と名付けた新しい無線通信の方法で、街角ですれ違った人と新しいコミュニケーションが生まれるソフトです。全くゲームをされてこられなかった人たちにもすぐに楽しむことができると好評で、本日現在3種のパッケージで日本国内だけですでに合計100万本の出荷を達成しています。8月22日より北米でも任天堂X の出荷を開始しました。これはそのパッケージです。日本と違って柴犬ではなくてラブラドールリトリバーがパッケージになっています。出荷開始から1週間で25万本以上が売れる。日本以上の出足になっています。犬と触れ合うコミュニケーションの魅力は世界共通であると改めて実感しています。欧州での期待も高まっていると聞いていますので、欧州での来月の発売を私は楽しみにしています。次に、脳を鍛える大人の DS トレーニングです。東北大学の川島先生との共同研究の成果として生まれました。直接文字をペンで書く、画面をタッチする、声で入力するというゲームインターフェースのイノベーション。そしてゲーム感覚で脳年齢を手軽にお知らせするという話題性が、今までのゲームに全く触れてこられなかったシニア層の方々も含めて幅広く受け入れていただく原動力になりました。そして柔らか頭塾です。タッチペンを使い、子どもから大人まで誰もが楽しめる、そしてソフト1本でその場にいる DS ユーザー全員が楽しめるソフトで、やはり年齢、性別、ゲーム経験の有無を問わずに幅広い人たちに受け入れていただくことができました。ではこれらのソフトが実際にどのような人たちの手に届いたのか、クラブ任天堂のデータでご紹介したいと思います。
これはソフト登録者の男女比のグラフです。 DS はこれまでの当社プラットフォームの中でも最も女性にアクティブに遊んでいただいているプラットフォームなのですが、その中でも任天堂グスの女性比率の高さ、そしてそれに次いで柔らか頭塾の女性比率の高さがはっきりと読み取れると思います。脳を鍛える大人の DS トレーニングも週を追うごとに女性比率が高まっていまして、平均をかなり上回る女性比率になっています。これは新たなユーザーが開拓されている一つの証と言えるのではないかと思います。これはソフト登録者の年齢構成別のグラフです。このデータを見ますと、脳を鍛える大人の DS トレーニングの大人比の高さ、そして柔らか頭塾の全年齢に受け入れられている様子がはっきりと読み取れると思います。このデータはクラブ任天堂の登録を元にしていますので、おそらくシニア層の方々の割合というのは現実の購買よりも若干低めに出ているのではないかと考えられます。それでも45歳以上の厚み、この紺色のところですね、これが脳トレや柔らか頭塾は大きく平均を凌駕しています。こういうことにこれらの商品がゲーム人口の拡大を達成しているという手応えを感じています。次に、それぞれのソフトを購入された方がいつ DS の本体を登録したのかという観点でハードウェアの牽引率というのを試算しました。一般的なソフトではハード発売時の同発のソフトを除いてハードウェアの牽引率が3割を超えるということはめったにありません。しかし脳トレや柔らか頭塾のハードウェア牽引率というのは週を追うごとに高まりまして、とうとう任天堂グスを追い越すまでになりました。脳トレでは最近の1ヶ月はクラブ任天堂に登録するお客様の中でも10人のうち6人が一緒にハードを購入されている。そして現実にはクラブ任天堂に登録されてないお客様の人たちがより多く新しいハードを買っていると思われますので、ハードウェア牽引率はより高い可能性があるというふうに分析しています。もう一つ特筆すべきはハードの牽引率だけではなく、その売れ方の推移です。このグラフは日本の市場におけるこの2年ほどのさまざまなヒット作を分析し、発売以降毎週の販売量がどのように推移するかの平均を示したものです。今ゲームの大多数は極めて商品寿命が短くなっています。1週目に100売れたものが2週目には 20% 強しか売れない、3週目ではさらにその半分になってしまいます。そして比較的ロングセラーが多いと言われる任天堂のソフトでもやはり発売週の 20% 以上売れるのは最初の1ヶ月半ほどだけです。そして3ヶ月ほどするとほとんど商品としての動きが止まってしまいます。これにタッチジェネレーションズの売れ方を重ねてみると何が起こるか見てみましょう。これは先ほどのグラフにタッチジェネレーションズの3つのソフトを重ねてみたものです。ニンテンドックスは発売10週目以降も変わらないペースで売れ続けていますし、脳トレに至っては発売以来14週目に週販の最高を叩き出すという極めて異例な売れ方をしています。柔らか頭塾はまだ11週目までしかデータがありませんけれども、これもしばらくの間販売ペースを維持しそうな流れで推移をしています。確かに脳トレや柔らか頭塾がよく売れているといっても初週の量が爆発的に多かったわけではありません。しかし販売数が落ちずに売れ続け、後になるほどハードウェア牽引率が上がっている、こういうことはこれらのソフトによる我々の取り組みがゲーム人口の拡大に成功しているという確かな手応えを感じさせるものになっていると私は感じます。 DS は8月末で
発売9ヶ月を待たずして出荷ではなく実売で国内で300万台以上普及しましたが、この結果は単にハードがよく売れたというだけではなくて、これらのユーザー層拡大への取り組みによってゲーム人口の拡大を図ってきた成果であるというふうに思います。これを検証するため、違う角度から日本のゲーム市場を分析してみます。これはメディアクリエイトさんの発表されているデータをもとに、日本のゲーム市場の4月下旬から9月上旬までの市場規模を3年間にわたり比較してみたものです。これは数量をもとにした標準小売価格での金額ベースでの市場規模の推定です。据え置き型については現行機のハードがライフサイクルの末期になっていることもありますので、ハードが昨年の 83%、 一昨年と比べると 47%、 ソフトが昨年の 90%、 一昨年の 91% と、据え置き型の市場規模は今縮小しています。その一方で、携帯型については先ほどお話したような DS の好調もあって、ハードの市場規模が昨年の 321%、 SP がよく売れていた一昨年と比べても 229% となっており、ソフトが昨年の 124%、 一昨年の 112% と、携帯型ではこの2年で大幅に市場が拡大しています。この結果として、全体としての市場規模は昨年の 112.1% と1割以上の成長を見せていますし、一昨年と比較しても据え置き型のハードソフトの売上金額が 22% 減少しているにもかかわらず、携帯型のハードソフトが 56% ほど伸びたことで、トータルではほとんど同じ市場規模を回復しています。この分析をしてみて、私たちは過去2年間取り組んできたゲーム人口拡大への取り組みが日本のゲーム市場の拡大につながっているという確かな手応えを感じております。もちろんタッチジェネレーションズのソフトを展開しただけでゲーム人口拡大への取り組みは終わりません。海外ではこれからゲーム人口拡大への取り組みが任天堂クスを皮切りに本格化するわけですし、海外でも市場拡大に向けた結果を出すべく全力を尽くしていきたいと思います。日本の市場においてもゲーム熟練者の方々にさらなる新たな提案をすると同時に、一度興味を持っていただいた新しいお客様に次なる提案を用意しています。幸いタッチジェネレーションズで久しぶりにゲームに触れた、または初めてゲームに触れたという方々も現在非常にアクティブにゲームを楽しんでいただいているということが分かっています。最近でも触るメイドインワリオのような DS 発売時のソフトがしばしばデイリーのヒットチャートに顔を出すことがあります。これはこれらの新しいお客様に楽しんでいただいているという側面もあるわけ。その中で今年の年末に世界で力を入れるもう一つの柱が任天堂 Wi-Fi コネクションです。対応ソフトを購入されたお客様が、当社が全国の小売店さんに展開する接続拠点で一切のセットアップなく接続できるようにし、普及を担う当社のソフトについては月額利用料などの経済的なハードルはなくし、そしてインターネットの匿名性があるがゆえの課題、いわば心理的な障壁になっている見知らぬ人とのコミュニケーションで嫌な思いをするんじゃないかということへの対処も万全を期しております。いよいよ今年の11月に世界でスタートです。その普及を担う代表的なソフトは動物の森、これは海外パッケージですけれども、そしてマリオカート DS になります。今日は時間の関係もあって詳しくはお話しできませんが、10月の上旬には詳しいお知らせができると思います。今までのゲーム機ではその敷居の高さのために
一部の方だけがインターネットに接続して楽しむことをされていましたけれども、任天堂は最終的には対応ソフトを購入した方のほとんどが少なくとも一度は Wi-Fi 体験を実際に接続して体験して楽しんでいただいて、そしてそういう価値あるイノベーションを実現したいと考えております。さて、少し前置きが長くなってしまいました。そうです、 DS でユーザー層拡大に取り組み、ゲーム人口の拡大という形で成果を上げることができた我々は、据え置き型で何を提案するのかということです。皆さんご存知の通り、開発コードネームレボリューションについて今年の E3 でお話をしました。これは E3 の時に公開した本体の写真です。 DVD ケースを3枚重ねた大きさの非常にコンパクトな筐体が特徴です。私たちが目指す方向は携帯型でも、そして据え置き型テレビゲームでも変わりません。任天堂のミッションは同じだと考えています。いかにしてゲーム人口を拡大し、市場を発展させていくことができるのかという点で、目指すゴールは共通ですし、そこを最も重視しています。DS の取り組み前から、私は一つの危機感を持っていました。それは、ゲームの発展の歴史の中で進歩してきたゲームの操作系、ファミコンからだんだん高度になった現在のゲームの操作系によって、ゲームから離れてしまった人、そしてゲームをしてこなかった人に、触る前から、これは難しそうだ、とても自分にはできない、と怖がったり、そして食わず嫌いで逃げてしまっているということを感じていたからです。ですから、ゲーム人口拡大のためには、ゲーム熟練者に満足してもらえるような仕組みを提供するということは当然のこととして、同時に今ゲームを触っていない人が自分にもできそうだ、触ってみたいというふうに思えるような提案をする必要があるというふうに私は確信しています。ここで最も重要になるのがコントローラーのインターフェースです。それはインターフェースを従来の延長上にしたのでは、今ゲームを触っていない人、そしてコントローラーさばき、言い換えれば手先の器用さに自信のない人にとっては敬遠されてしまうということがあるからです。インターフェースを大きく変えて、ゲームを触っていない人に受け入れてもらいやすいようにすること、同時にゲームの熟練者の方々に新しい刺激を感じてもらえるようにすること、そのことによって誰もが同じスタートラインで新鮮に楽しめることが何より重要になると考えました。これは本質的には DS のアプローチと共通です。しかし、もちろんテレビゲームを2画面とタッチスクリーンにすることはできません。そこでゲームのコントローラーは必ず両手で握るものなんだという常識を考え直すところから始めました。まずはこのビデオをご覧ください。
これがレボリューションのコントローラーです。誰もが同じスタートラインで直感的に理解できる、そういう新鮮な操作感覚を実現することを目指した結果、従来のコントローラーとは大きく異なる形状になりました。先ほどご覧の通り、プレイスタイルにも大胆なイノベーションをもたらします。私たちがゲームリモコンと呼んでいるこのコントローラーの先端には、最新のダイレクトポインティングデバイスと呼んでいるセンサーが取り付けられていて、画面方向のどこを指し示しているのかということが検出できるようになっています。そしてこのデバイスにより直接的に場所を指し示すということができるだけではなくて、画面との距離あるいはひねりですね、そういうものも検出できるようになっています。コントローラーがせっかく標準でワイヤレスになったわけですから、今回より自由なスタイルでプレイができるということと合わせて、ゲーム初心者の皆さんには直感的でわかりやすい操作系を、そしてゲーム熟練者の皆さんには新鮮で驚きが感じられる操作感覚を実現したいと思っています。またこのデバイスは複数のコントローラーで同時に使うことができます。ですからこれを使って複数のプレイヤーで一緒にスカッシュを楽しんだり、料理をテーマとする新感覚操作のゲームを実現したり、あるいはコントローラーをゆっくり動かす遊びがあってもいいでしょうし、一人で二つのコントローラーを使って楽器を演奏するというようなことも考えられます。あるいはロッドアクションをそのまま実現するような直感的な釣りのゲームや、ゲームのジャンプにも新しい操作ができるようになるかもしれません。これまで新しいコントローラーによる片手操作ばかりお話してきましたが、このコントローラーの特徴はこれだけではありません。このコントローラーのもう一つの特徴は柔軟な拡張性です。ダイレクトポインティングデバイスの反対側には拡張コネクターがついています。ここですね。このコネクターを使ってさまざまな拡張が可能になるんですけれども、今回はこんな形のヌンチャクのように両手の位置関係を自由に操作できるフリースタイルコントローラーというものをお見せしました。このコントローラーは本体に標準で同梱しようというふうに考えています。進行方向、左手ですね、それと画面上で何かを狙うということを同時に行う操作、例えば海外で非常に重要なゲームジャンルである FPS、 ファーストパーソンシューターというゲームがあるんですけれども、このフリースタイルコントローラーで新しい FPS の操作体系のスタンダードを確立したいということに我々は意欲を燃やしています。これをうまく使えば暗闇を懐中電灯で照らしながら歩く探検の遊びがとても直感的に実現できますし、ファミリーで遊ぶゲームの操作性もより直感的で、そしてとっつきの良いものに変えていけるというふうに思います。そして先ほどお話したように新しい FPS の操作系のスタンダードを確立したいというふうに思っていますし、かつてマリオ64が 3D ゲームの基本操作を定義したように、このコントローラーでゼルダのようなゲームの操作がどう変わるか、どんな操作が新しくアクションゲームの操作のスタンダードとなるべく提案されるか、私自身も楽しみですし、そして皆さんも楽しみにしていただければと思います。
もちろんこれだけ現状と離れた提案をするわけですから、なぜコントローラー、こんなコントローラーになったのかということをご説明する必要があると思います。もともとの発端は、家庭にはビデオゲームのコントローラーを触ろうとする人と触ろうとしない人がはっきりと分かれているという現実がありました。テレビのリモコンは家族の誰もが触るのに、ゲームのコントローラーをゲームを遊ばない人は触ろうとしません。それはなぜなのか。やはり両手で握って左右の指を別々に器用に動かすということに対する恐怖感によって、食わず嫌いのような心理が働いているんじゃないか、そういうことを我々は考えました。ゲーム人口の拡大のためには、家族の誰もがテレビのリモコンのようにいつも机の上に置いておいて、そして家族全員が自分に関係のあるものとして触ってもらえるようにする必要があると考えたわけです。まずいつでも机の上に置いてもらえるようにコンパクトな形状にしました。この大きさなら私はそれが可能になるんじゃないかというふうに思っています。そしてテレビのリモコンと同じように片手で操作できるようにしました。おそらく今ゲームをしていない人にとっての敷居は大幅に下がると思います。このことで DS のタッチペンがそうであったように、直感的に誰もが同じスタートラインで楽しんでいただけるというふうに思います。そして家族の誰もが自分に関係のあるものだ、自分が触る対象なんだというふうに感じていただきたいと思っています。そして拡張機能でヌンチャク型のフリースタイルコントローラーとして両手の操作も可能です。これにより FPS やアクションゲームでも新たな操作感覚を提供します。皆さんが愛するゲームがこのコントローラーでどう変わるのか楽しみにしてほしいですし、そして皆さんが開発するゲームがこのコントローラーでどう変えられるのか考えてみていただきたいです。次に社外の方にもコメントいただきたいと思います。まあ、まず片手で持つっていうのは大胆な形できたなっていうのが、最初に思いました。もう、まあ、予想していた以上にこうなんていうんですかね、こう身体感覚があるっていうんですか、その手首の動きだとか、こう特にこうねじったりとか、こうちょっとした動きがこう画面に反応するような、まあ、作り手である我々の方が実は今、何を作っていくかっていうところでは試されている、そっちの方が強いかなと思ってます。やられたって感じでしたね。全く想像してなかった、非常に馴染みのあるもので新しかったっていうので驚きました。ファミコンがまずコントローラーを作ってですね、 A ボタン B ボタンがあって、これ両手でフィックスしてこうやってテレビに向かって遊ぶっていうのは、これはもう20年間変わらなかったですね。これが一気に変わると。でしかもリモコンなんで新しいんですけども、非常に日常化しているものなんで、だから驚きはありましたけど、持ってみて馴染むというか、これやっていう、そういう感じを受けました。最初見た時ね、びっくりしたっていうか、ありそうなんだけど、あ、確かになかったなっていう気がしたのね。このコントローラー多分ね、感覚的に触れるんじゃないかと思うの。テレビのリモコンのようにね、ゲームのことよく分かんない人でもなんかなく触ってみて、あ、こうなるんだっていうのを覚えてきそうな気がするのね。任天堂さんってやっぱり DS から始まってですね、最近触る感覚のゲーム機っていう風に作ってると思うの。で、そのなんか発展系がこのリボリューションのコントローラーかなっていう。このコントローラーを事前にご紹介した3人のクリエイターの方のコメントをご覧いただきました。皆さん、それぞれこのコントローラーを使ってどんな提案をしていただけるのか、私自身もワクワクします。このコントローラーで従来型のゲームは大丈夫なの？バーチャルコンソールのゲームはどうやって遊ぶのかということをご心配されている方もいらっしゃるかもしれません。今日はコンセプトビデオが複雑になってしまうので紹介をしませんでしたが、拡張機能を活かして従来のゲーム、
バーチャルコンソールのゲーム、そしてマルチプラットフォームのゲームを遊ぶためのクラシックコントローラー対応アダプター、これはゲームリモコンに装着する従来型のコントローラーの形をしたアダプターだと思っていただければいいですが、そういうものも用意しますのでご心配いただかなくても大丈夫です。全く新しい入力インターフェースでゲームが楽しめるという構造には私は別の意味もあるというふうに思っています。次世代機になって開発はより大規模化すると言われていますが、規模が小さい開発チームの方々は次世代機は自分たちの土俵にはなり得ないというような疎外感があるようにも聞いております。しかしこの新しいインターフェースによって、たとえ規模や人数あるいは予算の規模が小さいチームでもアイデア勝負で画期的な商品を作るチャンスが生まれるということになります。例えば DS の脳トレソフトを例に挙げますと、これは新しいインターフェースを生かすアイデアが肝になっているからこそ商品価値が高まった、そういう商品だと思いますが、これは規模の大きな開発チームで作られたものではありません。事実開発の佳境でも開発チームの人数は10人を切っていましたし、基礎技術の開発を除いた本開発の期間は年末年始を挟みながら4ヶ月を切っていました。次世代機では開発規模が増大し、要求される開発規模やリスクがどんどん大きくなるんだと、そしてそれによってとても自分たちのチームでは開発できないというようなことを感じておられる方こそ、そういう世界中の開発者のアイデアを受け止める会社に任天堂はなっていきたいですし、そしてそれを一緒に形にしていきたいというふうに思っています。今回のコントローラーを見てビビッときた、ひらめいたという方がいらっしゃったら、ぜひそういう開発者の皆さんのご提案を任天堂は待っております。もちろん我々はこのコントローラーでアイディアで勝負するコンパクトな商品だけを提案するのではありません。むしろこのコントローラーでゲーム入力インターフェースの新しいスタンダードを確立するということを目指しております。シンプルでコンパクトなゲームを求める初心者の皆さんに、そして高度で豪華で複雑な深みのある大型ゲームを求めておられる熟練者の皆さんにも、両方に満足してもらえるようにしない限りゲーム人口が増えることはないと思います。だからこそ我々はゲームのサイズであるとか奥深さについてダイナミックレンジの広い、そういうラインナップを提案していく必要があると思っています。ファミコンから20年余り、ゲーム業界は順調に成長発展してきました。オーディオビジュアルのリアル化、3D 技術、アナログスティックの導入などのイノベーションによって、ユーザーの皆さんに新しく魅力的な驚きを与え続けてくることができました。このことから、今でもこれまでと同じ方法論を続けていけば、すなわち、ゲームをより高度で豪華にする競争を勝ち抜いていけば発展できるという考えをお持ちの方は決して少なくありません。もちろん、何が正しいかを決めるのは作り手ではなくて、世界中のゲームユーザーのお客様たちです。ですから、今までの方法論が今後も通用するんだと信じる方は、私はそれを突き進めればよいと思います。しかし私たちはそれが今後も通用するとは思っていません。そして日本市場で現れている変化、それに対する DS のユーザー層拡大への取り組みへの手応え、そして海外市場でいろいろな形で起こりつつある変化、どれを見ても我々は今これまでと異なる流れの新しいイノベーションが必要だと確信しております。DS がゲームをしていない人たちを巻き込むことができたのは、直感的なインターフェースの貢献が非常に大きいというふうに思います。タッチペンで犬を撫でたり、文字を書いたり、あるいは声でゲームの世界とコミュニケーションをするということは、熟練者の方も初心者の方も
同じスタートラインで始めることができたからこそ、タッチジェネレーションズはこのような結果になったのではないかと思います。我々娯楽商品の作り手は、良い意味で人を驚かせる仕事をしていると私は考えています。そのためには、たゆまないイノベーションが鍵になります。我々の提案が人を驚かせることができなくなったとき、人々はゲームに飽きるわけです。ですから、据え置き型ビデオゲームの世界にも、ゲーム人口拡大のための新しいイノベーションが必要です。しかもそれは、誰の目にも明らかに見えて、直感的に理解できるものでないと、現状の市場環境に適応できません。このことが、入力インターフェースを一新するということを我々が今回提案している理由です。多くの業界関係者の皆さんの努力で世界に広がったゲームソフトの力を、今後も長きにわたって世界中の人たちに広く受け入れていただけるような存在として発展させていくべく、世界中の業界の関係者の皆さんと今後も力を合わせていきたいと思っています。本日はご清聴どうもありがとうございました。